ファンの方と交際されてたっていうことなんですけども、それは本当ですか？はい。現在も付き合ってる。現在は交際をしてる。じゃあ以前は、まあファンっていうスタンスを超えた、まあ男女としての交際があった。それはいつ頃ですか？今年に入ってからです。2013年明けてからすぐ。はい。今交際してないってことだけど、いつ頃まで関わりあったの？2ヶ月ぐらい。自分から連絡先を伝えたってことだけど、はい、それは本当ですか？はい。それはどういう形で？手紙の裏に自分の連絡先を書いて、それを渡してしまいました。それで相手の方から連絡が来て、で、はい、親密になっていったと。じゃあなぜ自分はファンの方と関わろうと思ったんですか？自分のことしか考えてなかったです。メンバーに対して今どういうふうに思いますか？事務所自体も、アリスプロジェクト自体も名前に傷をつけちゃって、うん、前回こういうことがあって、すごいイメージが悪くなってしまったのに、今回も同じようなことになっちゃって、ずっと一緒に頑張ってきた10番のメンバーにも
年が本当に一番大事な時で、これからだっていう時に、今回の件があったので、すごく言いながらで進んでたのに、足踏みさせるようなことをしてしまって、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。やり残したなと思うのはちょっとありますか？アイドルとしてアイドルになってから叶えたい夢が一つだけあって、その夢が叶えられなかったと。その夢というのは、武道館に取るか、あれなんですけど、言っていいのか分かんないんですけど、社長がなんか武道館に行きたいみたいな、この育ててるメンバーで行きたいってなんかいつか言った時があったみたいで、その情報をもらってきて行かせてあげたいみたいな。私あんまりそんなに武道館に執着しなかったんですけど、そのことを聞いてからそれでそのステージを見せてあげたかったなって思ってたので、それができなかったのが苦しいです。今まで支えてもらったファンの方に対してはどういうふうに思いますか？私が言えることじゃないです。今さらなんですけど、今は本当に申し訳ない気持ちで、だったらそういうことするなって話なんですけど、なんか裏切る形になっちゃったので、せっかく最近知って、さやかのことを知って、また来週行くねとかっていう弁当さっき見て、何やってんだろうと思って、
ライブでも。最後のライブになってたんですけど、また明日ねっていつも何気なく言ってる言葉がみんなからもらって、すごい重い言葉だなって簡単に私も今までまた明日ねって明日待ってるねとかって使ってたけど、本当いろいろ大事にすればよかったなって後悔してます。わかりました。